みなさんこんにちは出雲市の取り組みをできるだけタイムリーにわかりやすく紹介する出雲市広報番組市政の広場の時間です今回は出雲市の肺がん検診がどのように変わるのかまた出雲市における肺がんの現状や検診の重要性などについて紹介しますスタジオには出雲市健康増進課保健師の枝田根一歩さんと 島根大学医学部附属病院呼吸器臨床腫瘍学磯部武教授にお越しいただいていますよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて出雲市ではさまざまながん検診が行われていますこのうち今年度から肺がん検診が変わるそうですねはい出雲市では国が推奨する X 線検査による肺がん検診を新たに導入することとしています これまではヘリカル CT 検査による肺がん検診を50歳以上の方を対象に実施しておりました今年度からは40歳以上の方を対象に X 線検査による肺がん検診を新たに導入しますこれにより,よりより多くの方が肺がん検診を受診できるようになりますそれではここで肺がんに関するデータを紹介しながら改めて肺がんとはどのような病気なのか見ていきましょう こちらをご覧ください2015年に出雲市でがんになった方の数を表したグラフです男性では肺がん、胃がん、大腸がんの順に多い状況です女性では大腸がん、乳がん、肺がんの順に多く男女を合わせると1年間で222名の方が肺がんと診断されている状況です続いてこちらは出雲市で1年間に癌で亡くなった方の数を表したグラフです 男性では肺がんが最も多く、年間で約80人の方が肺がんで亡くなっておられます。女性は大腸がんが最も多く、次いで肺がんとなっています。女性でも肺がんで亡くなる方は約30人と多い状況です。えー、男性の方が、 圧倒的にま多いということではありますけれども、女性も肺がんと診断される方、そして肺がんで亡くなる方が多いということが分かって、ちょっと驚いています。あのところでえ続き磯部教授に伺いたいのですが肺がんはどのようにして発生するのか、またどういったことが原因で起こる病気なんでしょうか？はい、あのま肺がんはですね。やはりの胸の病気ですので、えー、まあ、その。 胸の肺という臓器に、まあ、その細胞に遺伝子に傷がついて、まあ、そ,のそれががんになるというふうに考えられています。まあ、実際にちょっとあの写真を見ていただこうと思うんですけどもあの、えー、この写真のです、ね、左側はまああの正常な肺の絵とです、ね、それからあの下にあの CT の写真がの載ってます。でまあ、この 正常な細胞の遺伝子に傷がつくと、まあ、最初はあの初期がんということでですねあの少しこうがん細胞が増えてくる状態なんですけどもあの CT で見るとちょっとうっすらとあの、まあ、影が見えると思うんですね。でその後ですねだんだん、うんまあ、がん細胞はあの増えてきまして細胞がですねそしてまああの、まあ、周りのいろいろな臓器に浸潤をしていくわけなんですけどもあのそうしますとこの,あの CT で見るとですねあの 白くですねはっきりとあの影が見えるといいう,うに思います実際にこの、えーまあ、肺にがんができた時の,あの症状をですねちょっとあの皆さんにお話ししておこうと思うんですけどもやはりあの肺のがんですので、えーまあ、一番多い症状としてはやはり咳ですねそれからあと、えー、痰が出るとそれからあの、えー まあ病気が少し進んでくるとです、ね、あの先ほどありましたように浸潤といいまして周りにこう広がってくるとあの単に血が混ざったりすることがあります。まあ、それとあの、えー、胸が痛くなるとかですねそれからあの、まあ、息が苦しいという症状が出ます。これは肺肺のの、えー、特有のまあ症状ですに えー、それ以外にこう全身的な症状もありましてやはりこう痩せるとかですねそれからあとしてはありますじゃあなんでその、えーまあ、肺のです、ね、細胞に傷がつくんだろうかということなんですけれどもその、まあ、原因としましてはですねあの次にまたちょっとあの絵を見ていただこうと思いますけれども。あの まあ皆さんよくもうご存知だと思いますけれども、えー、やはりタバコがが原因でであること多いですねそれでこれはあのどういう絵かといいますとですねあの男性と女性でタバコを吸う人と吸わない人を比べた場合に、えー、どれぐらいタバコを吸うと肺がんになりやすいかという絵なんですけれども男性の場合吸わない人に比べると4.4倍女性だと2.8倍なんですが。 あともう一つタバコを吸わない方もタバコの煙を吸ってしまうと、まあ、それを受動喫煙といいますけどもそういう,う受動喫煙というそういうことだけでもです、ね、実は吸わない人に比べると肺がんになる危険が30%ぐらい増えるというふうに言われてますので、まあ、やはりタバコはあのもうぜひやめないといけないということになるというふうに思います。 というやはりあの肺っていうのはですね少しこうほかの,の臓器と比べるとまあ特殊なところがあるんですねでちょっとこうまたあの写真を見ていただこうと思いますけれどもあのこれどういうことかといいますとこの向かって左側に見えているのが実際に肺がんの,ですねあの組織を写真で出しているんですけどあの白いところががんのところでですねで ちょっと茶色っぽいところはこれはあの周りの正常な肺の部分なんですけれどもあの上にこう目盛りがありますけれどもあのこの目盛りが5ミリですから、まあ、大体2センチぐらいのこれ肺がんなんですけれどもこのがんはもう周りにこうずっとこう正常な肺の部分で覆われて,われていますけれどもこれ2センチぐらいの大きさになってもですね実は肺ってその痛みの神経がないんですね。ですからあの、えー 全くこう痛みが出ないんですねそれで、えー、まあこういう,う状況だとその自分ではがんができたことに全く気づかないんですねで、えー、まあ実際に痛みが、えー、胸に痛いとかいう症状が出るのはもっともっとがんが大きくなってですね周りの例えば骨とかですね、えー、筋肉とかそういうところまで広がってくると痛みが出るということでやはりその、えー、早く見つけるために 症状が出てからではなかなかあの早期の診断が難しいというふうに言われてます。で、えーま、それをもう少しこう、えー、実際のデータでご説明したいと思うんですけれども、えー、いろんなそのがんの検診のお、まあ、受けた場合にですね検診を受けて病あの治療を始めた場合と実際にもう自分で症状があって それでまああのが,んがんの診断がついて治療した場合にどれぐらい生存率に下がるかというのを表したものなんですね。でピンクの方の棒が検診で受診した方で青い方が自覚症状があって受診した方なんですけどもご覧のようにですねやはり肺がんは最もその自覚症状があって受診した場合よりも 検診で受診した方がです、ね、あのまが、あ、長生きできるがんということが分かっていますので、まあ、やはり早期発見のためにそして長生きするためにもぜひ、えー、検診を受けていただければというふうに思いますあの肺がんの症状などを聞いてさらにその検診を受けたか それとも自覚症状があってあの治療を行ったかでそこまで差が出るということはぜひともあの先生もおっしゃいましたけど検診は受けていただきたいというふうに今年度から出雲市の肺がん検診どのように実施されるんですか。はい えー、まずはじめに新たに導入しました X 線検査による肺がん検診についてご説明をしたいと思います、えー、対象者はまず40歳以上の出雲市民の方になります生、えー、年月日で言いますと昭和55年4月1日以前生まれの方が対象になります、えー、検査内容は検診者で胸部 X 線撮影を行います自己負担金は無料ですけれどもあの単の検査を行う必要がある方については 別途500円の自己負担金がかかります痰の検査は50歳以上の方で今タバコを吸っている方過去に吸っていた方で 1, 1日の喫煙本数かける喫煙年数が600以上になる方が対象になります当日検診会場でお話を伺って対象の方にはお声掛けをさせていただきます で、あの市内各地域を検診者が巡回するようになりますので、えー、事前の予約は必要ありません会場まで直接お越しいただければと思います検、えー、診者が巡回する会場の日時はえっ、ー、と自治会にご加入の世帯に4月中頃に全校配布しました、えー、こちらの健康発達カレンダーというのをご確認いただければと思います こちらのカレンダーがお手元にない方はあの出雲市役所の本庁舎や各行政センターにも置いてありますのでまたお声掛けをいただければと思います、えー、また65歳以上の方はこちらの検診で肺がん検診と結核検診を同時に受診することができるようになります受診をご希望の方は、えー、とこちらも同じく4月中頃に全校配布をしております 検診票というのをご記入の上会場までお持ちください肺がんの X 線検査はこのような検診者で行います肺の X 線写真を撮影し専門の先生に写真を判定してもらいます上半身に金具や ボタンがない服装であれば着替えることなくすぐに終了する検診です対象の方であれば気軽に受けれる検診です出雲市内をくまなく巡回しますので近くに来たときには検診を受けてください続いてこちらの図をご覧くださいこちらがヘリカル CT による肺がん検診の ご説明になります、えー、こちらは引き続き50歳以上の方出雲市民の方が対象で検診者で胸のヘリカル ct 撮影を行います自己負担金は2050円ですが70歳以上の方は無料になりますヘリカル ct による肺がん検診は現在タバコを吸っている方昔タバコを吸っていた方へおすすめします そのため今年度からはタバコを吸ったことがない方でヘリカル CT による肺がん検診を希望される方は2年に1回の検診とさせていただきます。検診受診をご希望の方はハガキによる申し込みが必要となります。申し込み方法の詳細は広報出雲7月号に掲載しますのでご確認ください。なおご紹介した2つの肺がん検診は同年度に両方を受診することはできませんのでご注意ください。 最後にあの先ほどのお話を整理しますとこのようになります40歳から49歳の方は X 線検査による肺がん検診を受診することができます50歳から64歳の方は X 線検査、ヘリカル CT のどちらかを選んで受診をしていただけます喫煙経験のある方へはヘリカル CT 検査をお勧すすめします 六十五歳以上の方も同じく二つの検診を選んでいただけます。X 線検査を受診される方は結核検診を同時に行います。検診方法が二つになったということで、より多くの方が検診を受ける機会が増えるといいですよね。はい、あの以前よりも多くの皆さんに肺がん検診を受けていただけるようになっております。 あの皆様が生き生きと健康な毎日を送ることができるように、ぜひたくさんの皆さんに受診をしていただきたいと思っております。え、そして磯部教授、やはりあの早期発見、早期治療のために積極的に受診をしてほしいですね。はい。あの、えー、まあ検診はあの肺の場合はですね、レントゲンとか CT ですので、あの本当。 数秒間息を止めてるだけで、あのもうすぐ終わります。痛くもなんともないですから、まあぜひ受けていただければというふうに思います。今回は今年度から検診方法が変わる肺がん検診について、またいかに早期発見、早期治療が大切かというお話をしていただきました。スタジオにお越しいただきましたのは出雲市健康増進課保健師の枝根一歩さんと。 島根大学医学部附属病院呼吸器臨床腫瘍学磯部武教授でした今日はどうもありがとうございましたありがとうございました